古い旅館で撮られた一枚。霊感の強い投稿者は旅行でこの旅館に泊まった時にこの場所に強い霊気を感じシャッターを切ったという。天井付近に光の粒が映り込んでいることからもこの写真が危険なものであることがうかがえるが、問題の箇所はこの廊下の奥、わずかに風にたなびく白いカーテンの下。なんとも不気味な表情をした顔がこちらを睨んでいる。これはこの土地に古くからいる霊が威嚇している姿である。この日の夜、投稿者は何者かの気配を感じて眠れなかったというが、ともかくも投稿者はこの写真を持ってお祓いに行った方が賢明だろう。